はい、今回の、動画は、まずは自分が幸せになってください。自分を幸せにしてくださいって話です。僕がよく世のため、人のため、恩返しのため、日々精進いたしますとか、社会貢献したいとか、そういうことをやってるのは、まあ、選挙もそうだし、ゴミ拾いもそうだし、仕事も、お客様のいいねでやりますみたいな、そういうのもやってるのも、まあ、お役に立ちたいからなんですが、それは、なぜそれができるかっていうのは、もう僕がもう満たされてるからなんですね。僕がもうすでに幸せだから、世のため、人のため、恩返しのために、日々精進してるんですよ。で、世のため、人のために頑張ってるんじゃないです。世のため、人のため、恩返しのために頑張ってるんです。恩返し。自分は幸せにしてもらったから、皆様に、こう社会に、この地球に。だから僕は、やらせてくださいみたいな感じで、お前ら愛してるぜってやってきたんですけれども、だからそれは僕が幸せだからです。だからこれが、いや、まだ全然幸せなじゃないです、苦痛ですってなっちゃうと、幸せにできないでしょ。幸せにしたくないでしょ。だって自分が苦しいのに周りの人幸せになって無理じゃん。嫌じゃん。だって嫌じゃ、嫌でしょ。だってそんな、ブラック企業とか、もう分かりませんけど、ブラック企業とかも自分が苦しいのに誰かに尽くすとか、お客様に尽くすとか、同僚に尽くすとか、会社に尽くすってできないじゃないですか。自分が幸せで満たされてるから、じゃあ、社会に貢献しよう、お客様に貢献しようとか、会社に貢献しようってできるわけじゃないですか。なので、まずは、自分を幸せにしてあげてほしいんですね。僕はもう幸せだからできるんです。こういう選挙活動とか。選挙運動とか、なんでそんなにたくさん選挙出てんですかみたいな、ありますけど、僕はもう幸せなんで、世の中を幸せにしてあげたいんですよ。僕は一応、傲慢かもしれないですけども、おこがましいかもしれないですけども、僕はだから世の中幸せにしてあげたいんですよ。僕は幸せだから。だからずっと選挙に出てるんですよ。だから選挙出ても、別に落選しても、あ、じゃあ分かりましたって感じなんですよ。自分がまあ選ばれなかったら、まあしょうがないですねって、じゃあ他の人どうぞって、そういうスタンスなんですよ。だから、いや、どうしても当選させてください、お願いしますとかっていうスタンスじゃなくて、僕やりますけど、どうですかっていうスタンスなんです。わかります？ちょっとなんか、ね、聞こえ悪かったらあれですけども、はい。で、他の人を選ぶんでしたら、まあ、残念ですけど、まあ次行きますとか、まあそういう感覚なんですね。だからどうしてもっていうあれじゃないんですよ。だからそれができるのは僕ではそういう余裕があるんですよ。はい。で、僕が死にたいとか言ってるのも、もう満足したから、もう死んでもいいかなっていう感じなんですよ。だその前に少しでもお役に立ちたいっていう形でやってるんですね。なので、もし今辛いとか苦痛だとか、後藤輝基がね、親孝行するとか、親孝行するとか社会貢献とか言ってるから、自分も親孝行しなきゃいけないのかな、社会貢献しなきゃいけないのかな、輝基塾、後藤輝基言ってるし。で、それはまず僕は満たされてるからです。もしね、まだ今自分が満たされてない、ちょっと幸せじゃないって思ってるんであれば、まず自分をまず幸せにしてください。もう親なんてどうでもいいです。社会なんてどうでもいいです。まずは自分を満たしてあげてください。満たして、あ、なんか幸せだな、まあなんか、やろうかなっていうふうになんか出てくるんです。なんもないのに、自分が今辛いのに、苦痛なのに、もうしんどいのに、世のため、人のためできないじゃないですか。無理ですよ。俺だってやりたくないよ、多分。そしたら。俺はもう、いろいろ人と、まあ、そんなね、そんな大層な経験ではないですけど、いろいろ一通り経験してきて、あ、もう満足したなっていう感じなんで、余生は、余生って言ってもね、まだ若かったですけど、僕は10代、20代の頃ですけども、余生は、世の中のために頑張りたいっていうふうになったんですよ。だから僕は自分でも、自己中な人間、今も自己中だし、今も自己中なんですけど、もっと自己中な人間なんで、もう僕はもう満たされちゃったんですよ、僕は。で、今、自己中に自己中心的利他やってるんですよ。自己中心的利他。利他って人のために何かするとか、お役に立てるようなことする。わがままに社会貢献やってるんですよ。ただそれだけなんですよ。だから僕がね、親孝行だとか社会貢献とかゴミ拾いとかやってますけど、僕好きでやってるんですよ、だから。それ好きになれるのは自分が満たされてるから。まず、だから自分を愛してほしいんですよ。お前ら愛してるじゃなくて、私愛してるにしてほしいんですよ。
私自身愛してるって愛してあげてほしいんです。あなたの心の声を聞いて、あなた自身をまず愛してほしいんですよ。で、愛して愛して愛してって言ったら、もう次第に満たされてくるんで。それがお金なのか、恋人なのか、自分のなんか目標なのか、夢なのか、わからないんですけど、ある程度言ったら、なんかそれを恩返ししたくなるんですよ、自然に。自然に。無理してやらなくても。僕の親孝行だってそうですよ。僕が、ね、若い頃とかも、まあ、親孝行したいなとか思いつつも、くそ、ね、ちょっと危ない。クソとか出そうになってます。なんかね、そう、親に対してね、いろいろ思うこともあるわけじゃないですか。うん、だけど、まあ、親孝行したいなっていう反面、いや、ちょっと、あんま折り合いがつかずみたいな、ありましたよ。でもそれが、ね、生きていくうちにどんどんそういう角が取れるっていうか、うん、なんかふとそうなってきたんですよ。で、今も別にね、今がベストかどうか分かんないですけど、少しずつそうなっていったんですよ。はい。うん、だから、今ね、ちょっと無理だっていう人にね、無理してやんなくていいし、まず自分なんです。まず自分。なんかボランティアとか行くときも、自分のなんか、ね、寝床とか食いぶちとかは自分で確保しながら行かなきゃいけないじゃないですか。だからまずは自分なんですよ。自分がボランティアされてるような状態で行っちゃダメなんですよ。まあ、そんなこと言ってね、僕、政治資金とかね、寄付していただいたり、個人献金、ね、していただいたりして、本当ありがたいです、ありがたいです。でもそれは、生活費でやってる、生活費でお金もらってるわけじゃないけど、選挙でね、僕がいろんな選挙出ますよって言ったときに、まあ、ゴミ拾いとかもそうですけど、その活動資金としてやらせていただいてるだけなんですよ。でも、亡くなったらもう死ぬし。うん、それだけなんです。別に僕の生活を養ってくださいじゃなくて、僕の活動を、後藤輝樹の考え方とか、後藤輝樹の活動理念をちょっと後押ししたいとか、応援したいっていう人がいて、それをいただいて、僕の後藤輝樹の活動をさせていただいてるだけなんで、まあ、それなくなったらもう、僕も死にますよ。死にますよっていうか、僕ができる範囲でね、やりますけど、もうそれも尽きて、自分の頑張りでも尽きた。もう晩酌尽きたってのは死にますけど、今はまだうまく回ってるので、こういう形でやらせていただいてるだけなんですよ。はい。だからまずは自分、ご自身の幸せを考えてほしいですね。あなたの幸せ、あなた自身があなた自身を愛してほしいんですね。ご自愛くださいって。そうしないと、世の中いい風に回っていかないんですよ。自分が愛して満たされて、その満たされたものがコップからこぼれてくるじゃないですか、この蜜みたいなのが。それが他の人にも流れて波及していくんですね。だから僕は今そういう状態なんですよ。だからそういう蜜もこぼれない状態で、もうカラカラなのに、人様やっぱ世の中のためとか無理ですよ、それは。自分も嫌になっちゃう、そんな。自分も苦しいってなっちゃうから。だからまず本当に愛してほしいんです。お前ら愛してるじゃなくて、自分をまず愛してほしいんです。本当に愛してほしいんです。いや、なんか、ちょっと、自己中かなとか、ちょっと罪悪感とか感じなくていいんだよ、そんなもんは。あなた中心に世界回ってるから。俺中心に世界回ってるから。みんなそうなんだって。だけど、あなた脇役じゃないんだから。モブじゃないんだから。通行に A でも B でも C でもないんですよ。あなた主人公。この世界、あなたの世界の主人公なんですから、主人公補正かけていいんですよ。主人公補正かけて、自分のやりたいようにやっていいんですよ。やりたいようにやって幸せになったら、ね、人に配っていけばいいだけなんです。だからまず自分なんですよ。まず自分。はい。で、僕はだからそれがもう終えてるので、みんなにこうなんか やってたりですね、選挙やったりとか、ね、親孝行だなんだ、ゴミ拾いだなんだとか、この輝樹塾でなんかこう、啓蒙啓発とかも全部、もう自分はもう卒業してるからやってるだけですよ。本当に。うん、離婚だってそうですよ。離婚だって、まあ、俺幸せにしたかったですけど、俺というよりかは、他の人がいいっていうのかなっていうので、僕、他の人がいたわけじゃないですよ。でも、俺よりも他の人の方が幸せにできるのかなとか、俺だったら無理じゃないかっていう、じゃあ、それだったらどうぞっていう、そういう感じなんですよ。まあ、俺が本当にね、幸せにしたかった、してあげれればよかったんですけど、ちょっとそうじゃないってな
ったから、まあ、じゃあ分かりました、じゃあ僕は引きますっていう形で、じゃあ分かりましたっていう、そういう感じなんですよ。だからまずは自分自身を幸せにしてほしいんですね。はい、で自分自身と結婚してたり、パートナーがいたら、パートナーも幸せにできたら、パートナーも幸せにしなきゃいけないから、結婚とかパートナーがいる方は。はい、で僕はね、無理だったけど、僕は僕とパートナーをの幸せだけを考えてたけど、ちょっとうまくいかなかったんで、あ、じゃあご縁がなかったのかなっていう感じですけども、そうですね。まあ、ちょっとまあ、話するんで、もう、それはここでやめておきますけど。だから、まず自分自身幸せにしてほしいんですね。はい。という感じです。はい。じゃあ、そんな感じで、いつもご視聴ありがとうございます。感謝しています。皆様、愛してます。